チャームの時間です。グッナイト。ですね、まあ、なんでカメラ回してるかというとですね、私人逮捕系 YouTuber についてね、軽くショートでもう話した通りなんですけども、煉獄コロアキさんがね逮捕されてしまって、今ですね、私人逮捕系 YouTuber はちょっと炎上っていうか、結構世の中ではなんか批判を集めているらしいですね。鉄道系じゃない、そうそう、新人逮捕系 YouTuber ね。で、JR 東日本さんだと、そういった撮影行為とか、そういった、なんだろう、迷惑系、そういう、あんまりトラブルっていう、あんまりダメみたいなことをおっしゃってたんですから、そういう撮影とかもね、もうできなくなって、今でも撮影罪っていうのもあるようですからね、本当に、法律に詳しくならないといけませんけど、この時代は。でですね、新人逮捕系 YouTuber は他にもいまして、煉獄さんじゃなくて、あとガッツチャンネルとかスーパードミネーターとか、あとどうなん、新宿109建造も一応含ま、まあ与那覇式 YouTuber とはね、船井さんとか、まあいろんなね、今与那覇式 YouTuber が、動画をですね晒して、こう YouTube の方に上げて広告収入を得て生活しているという、それはなんかお金目的なのか、それともただこう上げて承認欲求を満たすためにやっているものなのか、それでね、お金を得るためにやっているのかよう分かりませんけど、私はこう批判するつもりはありませんし、ただただこう応援するつもりもこう、ね、賛否あると思います。賛否両論ありますけど、私はどちらとは言えません、あんまり言いませんけど、まあ、私人逮捕系はね、良くないっていう部分はありますよ、本当に。動画に晒して、こう、動画に上げてアップして、そう、それでお金、みたいな。正義なのか、それとも向こうが悪なのかね、よくわかんないんですけど、そういった動画はね、もっと取り締まってほしいですね、YouTuber、YouTube 側としてはね。それかもう、全私人逮捕系 YouTuber、動画に上げずにさ、もうそういう、その動画を収めても警察署に連れて行くとかさ、もう本当にもう YouTube に上げずにさ、もうそういう動画警察署に提出して、こういったことがありましたのでっていうこと、そういったことにすればいいのにね、なんでわざわざ動画に上げる必要があるのかっていうところが不思議でならないっていうことです。はい、まあそんなところです。